こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は FBA を利用している出品者と、自己発送の出品者、それの見分け方についてです。まず、シップフロムというのが発送者。ね、そして、ソールドフロムというのが販売者を指しています。例えば、この商品、シップフロム、アマゾン AU。で、ソールドフロム、アマゾン AU。オーストラリアアマゾンが販売している商品。アマゾンが販売者です。で、次にこの商品。ね、シップフロームがアマゾン。ソールドバイが、アルス、ん?オルステルセル。ね、アマゾンが発送して販売者は別。ね、このアルステルセル。ということは、これが FBA 利用者。ね、これがライバルの数です。アマゾン EU がいたらもうやめとくと。で、一方これ、ね、シップフロムもソールドバイも一緒、ね。グッドディールゲームス、ね。両方とも、発送も販売もグッドディールゲームス。これは自己発送出品者。アマゾン本体がいるのは、カート取れない勝ち目がないんでやめましょう。FBA がライバルなんでこの数をカウントして、少ない商品に出しましょう。で、自己発送出品者、どっちみち売れないんでね、あんま考えなくていいですというような形でね、商品選びの選考にしてください。また、何か確認したいこと、疑問でありましたら、お気軽にお問い合わせください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。